絶対にフルスイングしないことです。じゃないと危ないです、怪我しちゃうからね。もう本当にゴルフが楽しくてしょうがないんですよ、うん、背中をこう反らすタイプ、丸くするタイプってあると思うんですけど、皆さんこんにちは。今回はですね、トップボールが出る人たちに対してレッスンをやっていきたいと思います。トップボールがよく出る人たちね、まあたくさんいると思うんですけど、やっぱりね、どうして出たかが知りたいですよね。でなかなか練習場に、行くことができないとか習えないとかね、そういう人たちはもう迷っちゃうと思うんですよ。で今回この動画をねしっかり見てもらうだけでトップボールがねなぜ出るかっていうのが分かると思います。でそういった、まあ、セルフチェック、私セルフチェックって言ってるんですけど、自分で自分のチェックをして修正すると、もうそこまで行ったらね、もう本当にゴルフが楽しくてしょうがないんですよ、うん、だからぜひね、まあちょっと私たちの仕事はね減るかもしれないんですけど自分たちの首を自分たちで絞めるっていう、ね、そう。でもねぜひねこういうセルフチェックの方法を覚えて、皆さんこうね上達してもらいたいなと思います。セルフチェックについてね、以前他のミスを取り扱ってるねこう動画があるんですけど、まあ、毎回言ってます、順番が大事っていうね。まずは構えにエラーがないかどうか、そして動き、スイングに今度はエラーがないかどうか、この順序で必ずチェックをしてください。でトップが出る人たちの特徴、こうやってねスティックを置いてボールポジションね正しいところにこうセットしました。基本トップ出る人たちのボールポジションは左にありすぎることが多いです。もしくは私が言う10センチのところに置いてるんだけど、これ7番アイアンで肩幅が通常なんだけど、7番アイアンなのに肩幅以上でスタンスの幅を構えてしまってる人たち、届かないです。相当頑張って左に過度な流れを入れない、過度なスライドを入れないと届かないようなところにボールポジションがあります。まあ、こういった左にボールがあるかないかの確認を、これ簡単ですよね。でもねスティック置いてパッて立ってみれば分かることです。あそうだここに置いてるって思った人はここに持ってくればもうトップなんか出なくなると思います。あとねポスチャーね、今ボールポジションで言いましたけど、ポスチャーだと、まあ、よくゴルフでは S ポスチャー C ポスチャーって言って背中をこう反らすタイプ、丸くするタイプってあると思うんですけど、トップ出る人たちはどちらかというと S ポスチャーの人たちが多いです。これなんでかっていうと、 S のポスチャーにはまってしまう人たちはトップに行った時に、まあリバースパンアングルやリバースピボット、オーバースイング、こういったものになりやすいです。なのでダウンスイングでインパクトまで、きちんとクラブをボールのところまでにコンタクトしづらくなってくる、そういった意味でトップが出やすいっていうことがあるので、もし S ポスチャーになってる人たちは鏡を見たりとか、まあ私はよくこうやってクラブを背中に当てて、 S ポスチャーの人たちの特徴は背中のところにすごい空間ができるので、この空間ができるだけないようなセットアップを作ってあげる、まあもしくは軽くこう C になってもいいです。 S が強い人は最初のセットアップの矯正をするとき、ちょっと C で練習すると、あこれぐらいやっとくと伸び上がらないな、トップ出ないなっていうのが分かってくると思います。あとはね S ポスチャーの人がフラットになったり、ちょっと C ポスチャーで練習をするときにね起こり得るミスとしては、必ずボールとの距離感は良くなるんだけど、キャスティングが今までは S ポスチャーのキャスティングに合わせてボールを捉えてたんですよ。そういう人たちが伸び上がらなくなった、ボールとの距離感が安定した、それでキャスティングが変わらなかったら必ずこうやって
手前を叩くことから始まります。いい動きをね、良い動きをやってるんだけど、さらにエラーが出ることもあります。なのでこの練習、この形で練習、トップが出て S ポスチャーを C ポスチャーだとかフラットに直して練習するっていう人たちは、まず気をつけてほしいのは絶対にフルスイングしないことです。じゃないと危ないです、怪我しちゃうからね。まあ軽くね、もう本当にフルスイングするんだけど、軽く今ので70ヤードぐらいです。7番で50ヤードから70ヤードぐらいのスイングスピードを保って、まずは慣れさせていってください。トップをね、まあ、頻繁にこう繰り返しちゃう人たちの特徴として、今セットアップ構えでのエラーはボールポジションと姿勢、 S ポスチャーになりすぎてないかどうか、こういった確認をまずしてくださいと言いました。で、もうもちろん他にもね、よく調べたらあるとは思うんだけど、代表的なやつはそこです。で、そこにもエラーがないってなってきたら、今度は動きです。スイングの中でのねエラー、これはね、まず代表的なのは、トップする人たちは最初のセットアップは OK なんだけど、トップから切り返しにかけてすごく右の傾きが強くなる人たちが多い。強くなるってことはアッパースイングになっちゃうのね、簡単に言うとね、打ち上げるようなスイングになってくる。そうすると早くこう最下点が迎えられて浅い位置から入ってきやすいと。なので構えがいいんだけど、こんな感じになっちゃう。もう一つ代表的なのが、今の動きにも僕ちょっと入れたんだけど、構えは良くてダウンスイングで右足が止まっちゃう人、これなんでトップが出るかって言ったら、トップに行くまではちゃんと右に体重が乗ったの、回転してるから。なのに右足を動かせないで打っちゃうと、右足体重のままで打つことになっちゃう。そうすると最下点が必ず右に行きます、ボールよりも右に行きます。まあ、届かないってことね、簡単に言うとね、うん、ですから右足を止めて打つと、こういうトップが簡単に出やすい。まあ、代表的なのはこの2つで、角にダウンスイングからインパクトにかけて右への傾きが強くなる人、これはね、言っても治りづらいんですよ。通常のスピードでコントロールしようとしても体が反応しきれないのね。なのでこういう人たちは私の一番、まあ、スイングを作るためのドリルとしておすすめしているスロースイングドリル、これをやってみてください。スロースイングドリルちょっとやってみます。構えを作って、タッ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 、これぐらいのスピードです。今ので約30ヤードぐらいしか飛んでません。でもこのぐらいのスピードでやることによって、自分自身がどういう動きをしているのかっていうのをちゃんと考えながらやっていけます。なのでこのスロースイングドリルするときに逆にね、悪い動きも入れてほしいの。例えば角に傾きながら打ってみます、スロースイングドリルで。タッ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 、そうするとね、やっぱりちょっと薄い当たりで下に当たってるのがよくわかる。で、なんかね、こう悪い動きもやってあげると、あ、体がね、この感覚じゃないよ、あ、こっちの筋力使ってるよとか、そういう風に変わってきます。なのでまずはね、いきなり速いスイングの練習からするんじゃなくて、
軸を意識して、もう本当にでも意識しなきゃダメですよ。ちゃんとこの傾きをこうならない、この意識をずっと高めながら、ゆっくり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 のドリルでまずはやってみてください。もう一つが、右足が止まっちゃうっていうのがあったよね。右足が止まっちゃうからトップしちゃう。なのでこれは以前動画も出してるんだけど、右足のつま先立ち、これその動画もねちょっと見てもらいたいんだけど、きちんとフィニッシュした時にこういうふうに右足のつま先立ちになってるかどうか、最初はねできないですよ。最初からは、なぜかというとね、打ち終わった後にねやろうとしてても、あれちょっと半分は浮いてるんだけどみたいな。でもこうなったら次のボールにすぐ行くんじゃなくて、ここから 2,3 秒かけてこうくるっとこうターンしてみてください。とりあえずはつま先立ちまで持っていく、打った後でもいいので。そういう動きを何回も何回も繰り返すことによって、ワンスイングでそこに持ってこようという、まあ、感覚が鋭くなってくるんで、ぜひ繰り返す、リピートするっていうのがすごい大事だと思います。なのでね、まあ、今回これトップが出る人たちのためのねレッスンでしたけど、あまり練習場に行けない、レッスンで習うことができないね、そういう人たちが練習場でトップが出始めたらね、こういったチェックをしてみてください。それと、まあ自分で レッスンは受けてるんだけど、なかなかこうちょっとレッスンの合間が空いたとか、普段のチェックをするとか、そういうセルフチェックを必ずねしていく方が効率よくレベルアップにつながってくるんで、ぜひねこういうセルフチェックの方法も、まあ、皆さん、参考にしてもらえたらなと思います。絶対にフルスイングしないことです。じゃないと危ないです。怪我しちゃうからね。もう本当にゴルフが楽しくてしょうがないんですよ、うん、背中をこう反らすタイプ、丸くするタイプってあると思うんですけど。